こんにちは、税理士川みなみの YouTube です。この動画は個人事業向け、自営業の方向けの内容になっています。ビジネスをすると必要になる経理の基礎、税金、確定申告についての情報をなるべくわかりやすく税理士が説明している動画です。これを見て経理、確定申告の基礎を身につけて次のレベルアップの土台になったらと思って、動画を配信しております。コメント、感想、取り上げてほしいテーマなどありましたらぜひ教えてください。でね、コメント欄、意見くださる方のやつは、見ていますし、なるべく返信を出すようにしております。チャンネル登録もね、していただけると励みになるので、ぜひよろしくお願いします。今日はね、今、確定申告時期なんですけども、撮ってる時期がですね、これからね、確定申告をしようというところで、ちょっとおすすめの書籍があるので、そちらの方、今日は、そちらの紹介を動画でしようと思います。皆さんね、確定申告ってなると、ああ、もうなんでやんないといけないのかなとかね、ああ、めんどくさい、やりたくないなとかね、1年分やるの本当大変なんだよねとかね、いろいろあると思いますけど、やっぱ確定申告ね、本来だったら日々コツコツと、真面目に、経理をしていれば、そんなにね、すごく、大変なことにならないですけど、やっぱその1年貯めてしまうので、皆さん記憶がおぼろげになってて、これ何に使ったとかね、このレシートなんだっけ、この領収書なんだっけってなると、で、大変だと思います。あとは、あれですね、この、わからない。この作っては見たもののなんとなくこう合ってるかやっぱ不安、本当にこれだってんのかなとかね、なんかどっか間違ってないかなとかね、この2つが大きいんじゃないかなと思います。皆さんのことを見ていてもね、あとわからないことをね聞く相手、まあ気軽に聞ける人がいない、この要は確認できないってことですね、このわからない不安な点をね。だからそのまま毎年なんとなく出してるけど合ってるかどうかわからないですっていう感想をよく聞きます。ね、もうすぐ締め切りが、一応ね、3月の中旬頃までですので、必ず締め切りには間に合うよう、期限内に提出をしてください。ね、これ遅れますとね、やはり、良くないので、もし税金が発生しているような方は、この提出期限に間に合わないと、税金に利息がついてしまうので、お気をつけください。必ず期限内に出すようにするようにお願いします。はい。ですね、言っていたね、確定申告するときにですね、私がやっているその確定申告の動画っていうのを見ていただくと、皆さんよく、あーっていう、なるべくっていうか分かりやすいように説明しているつもりなので、それを見ていただきながらですけど、それでもなんかちょっと足らない情報があるとか、この場合どうなるんだろうなっていうときには、本屋さんに行くとね、今の時期このような本が、平積みにされてますので、これですね、これちょっと、確定申告書き方、ちょっと去年のやつなんですけども、こういうものがあります。これはね、角川書店さんから出ていて、1380円ですね。これよく私毎年買って持ち歩いてるんですけど、中がカラーになっているので、お客さんに説明する時にもすごく分かりやすくてですね、こう見やすいんですよね。カラーになっているので、この場合はどうすればいいですかとかいうのが個別に載ってますので、本当これを見ながら動画も見れば簡単なっていうか、もう小さな自営業の方でしたら確定申告が自分でできるんじゃない、まあ、手助けにかなりなるのではないかなと思います。こういうふうに載ってますので、例えばですけど、よく私が使うページというか、お客さんによくお見せするページはですね、控除かな、こういうところですね。こういう控除対象になるんですけど、この説明するときにですね、こう一個一個言葉で説明していくとなかなか分かっていただけないんですけど、この図を見ると自分がどこに該当するかっていうのがパッと見えますので、こういうのをお子さんいくつですか今っていう時に使ったりしてます。このページよく使いますね。でその他にも、まあ別にこれが絶対いいというわけではなくてですね、他にもまあこういう、これはダイヤモンド社から出てますね。一番これは今年の本当に令和2年分のね、3月16日締め切りのものなんですけど、これはダイヤモンド社から出てる本です。これでもう一緒ですね、1380円、まあね、1500円未満ぐらいでどれも買えますので、こうパラパラと見ていただいて、自分のなんとなく、あ、これが見やすいかなとか、これがいいなって、こう相性のいいものを選んでいただければと思います。基本的に内容載ってるようなことは大体ほぼ一緒ですね。見やすい。でここですね、個人事業フリーランスの方ね、不動産収入のある方みたいな感じでね、そのように載っておりますので、こういうのを見ていただいて、補足として使ったりとか、
あ、こういうふうに書けばいいんだなっていう記載方法もこう矢印でね、こう分かりやすく載ってますので、動画と一緒にね、活用していただければいいかなと思います。かなりしっかり説明カラーでね、見やすいですので、こういうのを利用するのもいい方法かなと思って、今回はこの書籍を開けさせていただきました。まあ、どっちでも、どうしてもこれがいいってわけじゃないので、いろんなとこからいろんなものが出てますので、何冊かぜひ買っていただいて、今年のね、確定申告の参考、まあ、サポートとしてね、一つね1500円弱で買えますので、本屋さんに走って買うというのも一つの方法ではないでしょうか、ということで、今日の動画は、申告書のね書き方、まあ、こういう書籍が分かりやすい本が出てますよっていう紹介をさせていただきました。はい、では今日の動画は以上になります。ありがとうございました。税理士川みなみでした。